アレクサンデル・ヘス・ストーレス・マトスは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。左投げ左だ。メキシカンリーグのキンタナロー・タイガース所属。2005年にアマチュアフリーエージェントとして、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと契約して、プロ入り。2009年8月に、スコット・カズミアーとのトレードで、ショーン・ロドリゲス、マシュース・スウィーニーと共にタンパベイレーズに移籍した。 2010年は AA 級モンゴメリービスケッツで11勝6敗、防御率3.27を記録し、レーズのプロスペクトランキングで第6位にランクインした。オフにはベネズエラのウィンターリーグでリーグ新記録にあと一つと迫る9者連続奪三振を達成した。2011年7月18日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。 この一試合の登板のみで一旦トリプル A 級ダーラムブルズへ降格したが9月のロースター拡大に伴って再昇格すると9月24日のトロントブルージェイズ戦で2番手として5イニングを無失点に抑えメジャー初勝利を挙げた2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された2014年1月22日に ブラッドボックスバーガー、ローガン・フォーサイスラゴ選手とのトレードで、ジェシー・ハンと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。3月3日に、パドレスと1年契約に合意した。6月21日のロサンゼルス・ドジャース戦では、打球直撃時の衝撃を和らげることができる、ヘルメット型の帽子をかぶって登板し、この年より導入されたその帽子を、初めて使用した投手となった。 2015年3月30日にコーリー・マゾーに後日発表選手とのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した8月5日にエリック・オフラハティの加入に伴ってリーフとなった11月6日に自由契約となりオフはベネズエラのウィンターリーグでプレーした2016年1月7日アトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として 参加することになった。2017年3月28日、日本の独立リーグである、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団することが発表された。2017年シーズンは25試合に登板して9勝2敗、5セーブ、防御率1.87の成績を上げ、リーグの後期 MVP に選出された。ポストシーズンは、 福島ホープスと対戦した地区チャンピオンシップで1勝。シナのグランセローズと対戦したリーグチャンピオンシップでは1勝1敗だった。2018年は15勝4敗、防御率3.55、190奪三振の成績で最多勝ちと最多奪三振の2冠を獲得した。ポストシーズンは、まず福島と対戦した地区チャンピオンシップに先発、 9回を15奪三振無失点であった。福井ミラクルエレファンツと対戦したリーグチャンピオンシップでは第2戦と第4戦にいずれも関東勝利を挙げ、第4戦では同上げ投手となった。香川オリーブガイナーズと対戦したグランドチャンピオンシップでは2試合に先発、1カンプを含む2勝を挙げてシリーズ MVP に選ばれた。さらに、 グランドチャンピオンシップ終了後の10月29日にリーグのシーズン MVP にも選出されている。2019年6月25日、対茨城アストロプラネッツ戦においてリーグ6人目となるノーヒットノーランを達成した。2019年は2年連続となる最多脱三振を獲得する。2019年シーズン終了後、群馬を退団することが発表された。 2020年1月16日、メキシカンリーグのキンタナロータイガースに入団することが発表された。小柄な体格ながら90マイル台前半で動きのある速球と投球全体の約3割を占めるチェンジアップ、変化の鋭いカーブ、スライダー、さらにはシンカーも投げる。変化球の制球が平均レベルより高めなのに対して速球系の制球が かなり悪く、生命線のチェンジアップのストライク率が70%以上なのに対して、フォーシームのストライク率は50%を下回ることもあった。チェンジアップと並んで武器とするのが9位であり、子球を乱発する代わりに、被弾を許すことがほとんどなく、同時に被安打も比較的少ない。また、シンカーは2013年の基本球種としているが、 他のシーズンでは投げていない。ありがとうございます。